みんなヤッホー、ただめるなです。今は夜中の12時なんですけど、ちょっとみんなに聞いてほしいというか。失礼しました。こういう夜ないですか？誰と話したいわけでもないんです。話したくない。わからないけど涙が出てくるんです。不安になったりとか悲しくなったりとかするんです。ルナが普段頑張ってることとか、ご努力して頑張ったことはが報われないというか、こう成果に出なかった時とか、ああこんだけ頑張ったのになんでできないんだろうとか、努力不足だなとか、一生懸命やったのになんでできないんだろうっていうことがあって、悔しい。そう、もう、その、まあ、一番支えになってくれたりとかするね、存在の人にその不安とか怒りとか悲しみを当ててしまって、ぶつけてしまって聞く悲しませて、また自分が、あ、また言っちゃったみたいな、こう自己嫌悪になるというか、パッドに入る時があるんですよ。それが今めっちゃ自分を責めちゃって、別に誰が悪いわけでもないですけど、私がまたもっともっと頑張ればいい話だし、頑張らないといけないんですけど、なんかそれ分かってるからこそ悔しいし、自分のことなのにそれを誰かに、大切な人とか、まあ、友達とか彼氏とか、なんか家族とかに当たってしまう自分も嫌で、もっと頑張ります。誰からも何も言われないように、というか言わせないような内容に頑張りますので。布団の中潜ったらなんか青くなった、おしゃれ、はあ、白くね。画面の向こうのみんなのことは見えないし、こう直接話すことができるわけじゃないけど、こうやってカメラに向かって喋ってるだけで、こうみんなと話せてる感じで、聞いてくれてる感じがして、私的にはなんかスッキリっていうか、あ、もっと頑張ろうっていう気持ちになります。聞いてくれてありがとう。こんな、なんかこんなことなんか意見が欲しい時もあるけど、そうだねって人じゃないねみたいな、こうちょっと共感してほしい時とかあってでもなんかそんなことを聞きたくないだろうなみたいな、みんなそういう愚痴だったり、私は悲しんでることとかを話しても面白くないし、ただ変なこう気まずいね、気持ちにさせちゃうだけだから、別に誰にも話すつもりはなかったんですけど、このことについてみんなに話しました。でも明日からまた頑張るし、これからも頑張る。この辛い時期を乗り越えて、もっと強い、可愛い、強い女になります。なんかプリキュアとかでもさ、そうじゃん、敵に負けそうになるけど最後は勝つじゃん、そういう風になる。だから今は敵が来て負けそうになっている時だと思って頑張るのです。みんなも元気にしてますか？元気でいてください。いつも笑顔で楽しくいてください。
夜中の不満大会でした。なんかすっきりして寝れそう。やっと。I see you, bye bye. はい、昨日のその次の日でーす。ちょっと昨日はああいうことがあってしょげって感じだったんだけど、今日はもう結構気分も取り戻してこんな感じで、ちょっと今からお仕事に行きます。こういう感じです。今日はすっごくとっても暑くてやばいっていう感じで、今日は真夏コーデで行きたいと思います。イヤホン忘れて一回家に戻りました。あ、ちょこちょいちょ、こう見て、この価格さ、裸じゃね？裸なの。無理。着ていますからね。ちゃんと、かわいい服を。じゃあ、行ってきまーす。今、ちょっと用事が終わったので、今からちょっとカラコン買いに行ったりとかしたいと思います。なんか喉渇いたから、ちょっとカフェあったらカフェ行こうかな。でパソコンも持ってきたので、ちょっと作業して行きます。マジ裸。起きたね。カフェ行く。最近これのメープルシフォンを使ってます。あだー、かわいい。これかわいい。てか明日からいきなり急遽東京に行くことになったんですよ。東京でちょっと打ち合わせみたいなお仕事が、もしかしたらなんかそのエピックに関わることなんですけど、決まるかもしれないんで、明日東京に行くんですけど、まあ、不安です。ドキ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 。まだ決定じゃないから詳しくは言えないんですけど、新しいことが決まりそう。まあ予感、楽しみにしていてください。頑張ります。ということで寒いのでもうそろそろ出ます。ということでカラオケに来ました。
なんかどんどん聞こえるんだけど怖い。ちょっと歌って入りたいと思います。カラオケ大好きなので。てか最近西野カナ先輩が復活したということで、西野カナ先輩の曲をバンバン入れていきます。まずは大好きなこの曲からいきたいと思います。どうぞ。ぜひお問い合わせください。ぜひお問い合わせください。ということで、もう満足するぐらい西野カナ先輩とかいろいろ歌えたので帰りたいと思います。ちょっと声が枯れた、いい感じに。ハスキーボイスに憧れてるんですよね、地味に。だから枯れてるの嬉しい、ちょっとだけ。ちょっと喉痛いけど、はい。ということで今から帰ります。いい気分転換になりましたっていうか、やっぱり歌うこととか体動かしたりとか、なんか外に出たりしたら気分が晴れるし最高。今日はちょっとシクシクボーイ、シクシクガールから始まった YouTube なんですけど、一日見てくれてありがとうございました。また見てねバイバーイ。